今回はねラディッシュの育て方っていうのをねやっていこうかなと思います。20日大根っていうやつですね。でまあそんなにね難しい植物ではないんですけど、まあこれのね育て方っていうのをやっていこうかなと思います。ラディッシュなんですけど、まずアブラナ科ですね。アブラナ科なのでまあ蝶ですね、蝶の幼虫、イモムシとかそういうのがつきやすいかなっていうところはありますかね。あとまあアブラナ科なんでね、輪作年限っていうのが 2,3 年ありますんで、まあアブラナ科をね 2,3 年植えてないところ、畝とかを使って植えてあげてください。で発芽適温っていうのが20度から25度ぐらいっていう感じなので、まあその時期にね植えるっていう感じですね。で生育適温がね18度から30度ぐらいかなっていう感じですね。で種子は健康性種子っていうことなんで、光を嫌う種子なんでね、覆土をちゃんとしてあげてください。表面にね出てたりすると発芽しにくいと思います。でまあ育てる環境なんですけど、日向がいいですね。日向が良くて多湿を嫌うっていうことなんで、まあ水はけのいいところですね。まあ水はけがね悪いんだったら高畝にするとか、そういう感じで、まあ、排水のね対策をするといいと思います。で pH がね、5.5 から6.5 ぐらいかな、酸性を嫌うっていうことなんで、石灰をね入れて中和してからね育ててあげてください。で次がね、まあ種まきなんですけど、まあ種まきはね発芽適温を守ってもらえればいいのかなと、20度から25度とかそのあたりですかね。まあ目安としては4月とか6月とか9月とか12月とか、まあ地域によって違うとは思うんですけど、春秋とかそういう感じですかね。でまあ巻き方なんですけど、筋巻きと、筋巻きで筋間が10センチぐらいかな。で覆土は巻き溝作って巻くと思うんですけど、筋巻きだとその巻き溝に入れてつまんであげるというか、軽くね指でかけてあげるっていう感じで大丈夫です。種がね小さいんで、あんまりにもね深く植えちゃうとなかなか芽が出なかったりするんで、まあ軽くではないんですけど、健康性種子ではあるんですけど、種がね小さい分そんなにね深く埋めないようにした方がいいのかなと思います。で間引きなんですけど、本葉が出始めた頃かな、本葉が出た頃っていう感じかなに、まあ1センチ間隔ぐらいにね間引いてあげて、土寄せとか増し土っていうのをしてあげてください。最初にね増し土とかしてあげないと、途中でね根が膨らんでくる時にねこけちゃったりするので、まあそれは株とかとも一緒かな。初めのうちにまあある程度土寄せをしてあげて安定させるという感じですかね。でまあ2回目のね間引きが本葉 2,3 枚に開いたぐらいですかね。まあ5センチぐらいに間引けばいいかなと思います。まあ根菜なんでね根っこがぶつからないプラスアルファ、まあ余裕がある感じっていうぐらいで、まあ5センチぐらいあればいいかなと思います。で水やりなんですけど、まあ水やりもね別にそんなに何かあるわけじゃなくて、一般的な水やりで OK っていう感じで、まあ土のね表面がある程度乾いてきたらね水をあげればいいかなと思います。やっぱり多湿を嫌うので、水分がねまだまだ多いっていう時に水やったりするとねあんまり良くないので、ある程度乾いてからあげるようにしてください。まあ管理はねそれぐらいで、あとは収穫だけなんですけど、収穫がね時期によって少し変わってくるというか、春とか秋だと30から40日ぐらいですかね。
でもし夏にね育ててる方とかいらっしゃったら25日とか少し早くなるかなっていう感じですね。で冬になると50日から80日っていうことで結構長い栽培期間になっていきます。ということでね、今回はねラディッシュの育て方っていうのをね紹介してみました。この動画気に入った、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。